どうも、IS120% の男、ブス島です。新設量機能売り実況プレイ、やっていきたいと思います。はい、ということで、3日目といったところでございます。これが撮りたかったからね、前回。あんなところで止めてしまいましたといったところです。さあ、やってまいりましょう。夏の鋭い陽光が東の窓から飛び込んでくると。まあ、今、自宅でございますね。節電のため夜中にタイマーでエアコンを停止させている A 作の部屋はここ数分の合間にどんどん温度を上げていった。目覚まし時計よりも早く A 作の室内の熱気に起こされると早々に出勤の準備をして部屋をアートにした。まあこっから撮るのでも久しぶりっていうか初めてじゃねえかなね。この一人暮らしの社宅って感じでございますよね。まあまあまあね、いや、いいところですね。ああ、もう畳部屋が一番好き、俺は。うん。まあ、これで行きましょう。お？あ、はいはいはい。どこに行こうかなということで、じゃあ早速、ゼロ式デパートでちょっと行きたいところがあるんで、まだ時間が7時なんで、人はいないんですよ。だけども、ちょっとね、今日は朝っぱらやることあるんで、行きましょう。気になったところがあるんでね。はい、ということで、やってまいりました。警備室といったところで、この警備室の、防犯カメラ、これを見なくちゃいけなくって、防犯カメラを見たいと思います。なんか結構ちゃんと作られてんだよこれ。ちゃんと調べないとこれ。ペット、どうしようかなということでやっていきたいと思います。これですね、スパスの起動もやってみたいけど、まあとりあえず防犯カメラ見てみようか。失踪者が出た日の防犯ビデオを見よう。何か手がかりが見つかるかもしれない。これも時間過ぎるんでね、A 作はぎこちない手つきで操作をしながら手前の小さなモニターに当時の店内を映し出したと。ずいぶん古いの撮ってんな。見ること30分余り、そう30分経つんですよこれ。複数あるカメラの映像は映像内でつなぎ合わせ、行方不明になった人物の店内での行動をなんとか把握することができた。でもやっぱり途中で消えてしまう。まるで神隠しだな。変装したわけでもないし、どこへ消えるんだ。防犯カメラは全フロア全角度を網羅しているわけではない。デパート内に点在する防犯カメラの死角、それはまるでブラックホールのように真相を漆黒に覆い被害者を飲み込んでいた。いい言い回しだね。深い闇の深淵のさらに奥、 A 作の目には未だその向こう側を見通すことができないのでいた。でも後でまた見に来た方が良さそうだなということでまた見るんですよこれ。まだまだ何か見落としてるかもしれない。そう、何回もねこれ見るんですけど、確かねもう一回くらい見ていいんだよ。時間がねまだこの時間だから誰もいねえんだよこれ。じゃあ防犯見ましょう。失踪者が出た日の防犯ビデオを見よう。何か手がかりがあるかもしれないということで、ぎこちない、まあこの辺はその点点点点、見ること30分余り。ビデオの消しはどれほど時間を費やしたのであろうか。映像を記憶しちゃいそう。もはや新たな発見は期待できそうにないということで、これでもうOK といったところでございますかね。8時半か。8時半でもまだいないから、ちょっと他のもの見てみるか。スパス起動させてみよう。みんなちゃんと仕事してるかな？てん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 。てん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 。ここまで出たけど、やっぱりどうしたらいいのかわからない。A 作は己の無力さを知った。おい。これは10分なんだな。まあいいや。とりあえずちょっと時間来るまで、なんかうろうろしながらどっか行ってみましょう。はい、ということで、進展ありましたね。ですね、今、チミテーロに来たんですけど、チミテーロの中に入ったら、おっという風になりまして、この続き、なんかイベントじゃないでしょうか。まあ、やってみましょう。その客がチミテーロから出てきた。お？あ！もしかして。今まで玉木と話していた客のようだ。おー！おーね、前作のあの、量機の檻をやった方はピンとくるんじゃないでしょうか。へえ、いいね。真夏だよ、この格好ってそもそも暑くねえのか。うん。まあいいやいいや。身長は軽く180センチを超えているだろう。長身の男がたくましいとは言えない体を印象の少ないことで覆っていた。着ているスーツはデザイン的にも確かに地味だが、布自体の品質はチミテロの客層にふさわしい高級品と見受けられる。しかし、買い物客にしては。お、BGM 切れたな。痩せこけた顔にかかる度数の低いメガネ越しに、コートの男は爬虫類のような鋭い視線を A 作に突き刺した。いらっしゃいませ。
A 作が店員としてマニュアル通りの対応を見せると男は品定めするように視線を上下に、くぐらせて一言ほうという感化の声を上げて去っていった。ほうなんだ今の野郎は。チミテールを見ると玉木は奥の方で商品を畳み直している。あらこれだけだけども結構これ重要っすね。まあとりあえず他いろいろ行ってみましょうかね。前作のあの猟奇の檻をやった方はピンとくるんじゃないでしょうか。親切猟奇の檻。はいということでまたやってまいりました。ですね今警備室に来たんですけどアキラさんいますね。とりあえずおアキラのお嬢ないここになんかいやらしいことしようぜっていうかこのお茶とかうまそうだな。まあいいやいいや話してみましょう。あれアキラさん強化プラスチック製の内壁に覆われた無機質な部屋に同室の無機質さを持ったメスがいた。1回期間限定コーナーに主任河野アキラである。マジでアキラさんいいなぁ。ほんとこういうメス大好きだ俺。アキラはこの部屋のとお揃いの機能美に優れた椅子に腰掛けたまま地下の食料売り場で調達したであろうとんかつ弁当を食べていた。こんなところで飯？ええ、たまには気分を変えていいでしょ。この声がいいな本当に。そう言いながらアキラは最後の一口を校内へ、押し込めた。誰もいないときはここは静かでいいところよ。もっと掃除が行き届いていれば完璧なんだけどね。まあまあ斉藤さんと運のだからな。でもアキラさんっていいな。やっぱりこういうねなんだろうこういうね機能美あふれてもっとオシャンティーなものを食ってそうな人がとんかつ弁当とか食ってて俺すごい好感度上がるんですよね。カレーとかさうん好きですよ。いっぱい食べる女性はね俺は。斉藤さんや運野くんはさあどこか見回ってるのかしら。私が来た時にはいなかったわよ。ほうほうほうそっか。用事ってわけじゃなさそうね。こんなところに遊びに来ないでちゃんと仕事しなさい。あーかわいい。いいマジでいい。アキラさんのエンディングも見たい。まあまあそういうな。君はともかく斉藤さんと付き合ってるとろくでもない人間になっちゃうわよ。まあ面白いのはわかるけどね。いいよね面白いやつって最高だよね。ひどい言われようである。斉藤さんはともかく俺は誠心誠意身を粉にして働いてるつもりだけどね。ふーん全く説得力ない言葉であった。あそうだねえ何何何よろしくないの。何あなたって休日いつに設定してあるの。ああそういえば休日なんかないよ。ゼロ式百貨店に定休日はない。年末年始をはじめ年中無休である。一般的な休日や祝日はデパートにとって格好の書き入れ時である。祝日日に、出社する者は皆振り替え休暇を平日に設定するのである。俺ねどっちかというと平日休みの方がいいんですよ。休日とかね連休休みってのこれ大嫌いで夏季休暇とかお盆休みなんかもだから俺お盆休みなんか当時好きにしていいって言ったから俺9月入ってからお盆休み取ったこととか年中でしたからね。どこ行っても混んでるんだよ。だからね俺ね基本的にはその連休とか休まないですね。うんどっちかっていうと平日もう誰もいない。だからね休日出勤とかだとね今度電車が空いてっから好きなんですよね。だからまあ俺は休日出勤ウェルカムの人ですね。それは総務部も例外ではない。平日ほど仕事量はないのがやはり随時数人の総務部員が休日出勤していると。そうなんだ。あと休日いいのね何と言ってもねその電話がかかってこねえのがいいんだよ仕事やるのに。そのね電話対応って一番嫌いだよ俺。休日出勤まあその勤めてる時はねうんだから休日出勤だとまずね電話がかかってこねえんだよ。かかってきてもなんか営業だったりするからそんなもんどうとでもできるじゃん。だからねそういう方がいいっすね私はね。うんだから他とずれてんだろうな俺な。うん俺の休日かいつだったかな。アギラさんって休日いつ。私の休日は火曜日3日後のしあさってよ。ほうしあさってか火曜日か。それであなたの休日はここで選びたいんだよ本当は。そうこれあるんだよ。
ここね選びたいんだけど、ここはあえて今回アキラさんを狙うんじゃないんだよ。今回はトゥルーエンドに行くから、ここはね渋々ね、もうしょうがないんでね、もうね日曜日にします、明日にします。これもうこれはもう日曜日、俺は休日にする。本当はアキラさんと一緒にしたい、だけどもしょうがない、こればっかりは仕方がねえ。というわけでトゥルーエンドを見るために俺は日曜日を選んじゃいます。確か日曜日だったと思う。本店に慣れるまではカレンダー通りの休み。なるほどね。うわー、アキラさんとデートとかして。アキラふーんと感銘もない声を上げる。それで休暇どうしたん？いいえ、別に深い意味はないわ。何曜日かなと思って聞いただけよ。ごめんな。アキラはその肩をひょいと軽く上げ、小首を掲げて見せるのであった。さて、私の方の要件は済んだからそろそろ行くわね。はい。あ、うん。アキラはすくっと立ち上がり、凛とした姿勢を保ちながら栄作の横をスルリと抜けていった。絶対いい匂いする、これは。うし、というわけでアキラさんとアキラさんとデートして、でもちょっとごめんよ、今回はダメなんだ、今回は。というわけでちょっと他のところ行ってみましょう。はい、ということで階段を降りようとしたら大強引に声かけられました。行ってみましょう。おお、なんだよ。うわ、大強引部長。この岩盤が削り出されたような屈強な顔面を持つ男性、まあ一回会ってるけどね。彼はこのゼロ式百貨店総務部の部長という栄誉ある肩書を持ち、栄作にとっては名義上直属の上司となる人物である。その容姿とは対極に温厚な性格と細やかな配慮を持ち合わせていた。まあそういう感じですよね、大強引さん。でもなんか悪い人じゃないけど嫌がられてそう。なんでしょうか、ちゃんと仕事してますよ多分。多大の不安がわずかな声をの震えを生む。ゼロ式デパート総帥、ゼロ式誠の失踪事件の内部調査を命じられた栄作であるが、その事柄を知る者は誠以外いない。それは直属の上司である大強引も例外ではないのだ。他者から見れば栄作がデパート内を徘徊するだけの散歩部なのである。岩盤を掘り欠いたようなへこみを置く。すげえな。すげえ言い方だ。でも多少疲れが感じられる眼球が栄作をじっと捉えていた。いやー、君にはちょっと頼みがあるんだ。うわ、めんどくせえ、やだ。はい。ハリマ君がちょっと腕を怪我してね、病院に付き添って行ってほしいんだが。あら、え、病院なんてあるんだっけ。え、ハリマさんが。ハリマは51、運搬場を仕切る、商品管理部のスタッフで、あ、これかなり重要じゃね、もしかしたら。今裏口で待たせてある。すぐにタクシーが来るはずだから行ってきてくれ。あ、はいはい、わかりました。あ、これ結構重要じゃん。栄作はハリマと共にタクシーへ乗り込むと、この町の一番大きな総合病院へと向かった。おお、タクシーの中で聞いた話によると、ハリマは左腕を機械の突き出した部分に引っ掛け、皮膚を裂いてしまったようだ。え、痛そうだな。へえ、病院だね。はあ、いや、こういう背景が丁寧なゲームってやっぱりいいよね。うん。左腕には止血のためタオルが巻かれているが、血痕が滲んでいるわけではない。ハリマの顔にも悲壮感は浮いていない。怪我はさほど重くないようである。栄作とハリマがタクシーの中でたわいもない話に花を咲かせていると、高台の上に白い、外壁を持つ近代的な建物が見えてきた。鴨又総合病院。ほう。病床数は、1030床、診療科は28か、でけえな。全職員1804名、医師数236名のうち、常勤が170。すげえな。町の外交に位置する、救急支店の大病院である。町中にも中小の個人病院があるが、規模、設備、そして信頼性という意味では鴨松総合病院の需要は極めて高い。タクシーが病院正面タクシーが正面正門のロータリーへと滑り込む。このね、バスロータリーとかじゃバスロリータとかに見えるからね、目がおかしいんだな俺やっぱな。うん。いやー、君にはちょっと頼みがあるんだ。うわ、めんどくせえ、やだ。親切。利用機の折り。おおおおお、あ、本当に病院。
うわ、めちゃくちゃ絵が綺麗。いや、いいね。これが2001年の作品でございますね。16色なまた違ったね、この美しさがある。いいですね。さてと、とりあえずこれで一安心。播磨さんの怪我は大したことなきゃいいけど。英作は受付ホールの、豪勢なベンチに腰を下ろすと深く安堵のため息を吐いた。あとは播磨が戻ってくるのを待って一緒に帰るだけである。てん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 、周囲に視線を巡らせる。消毒液であろうか、はたまた何かの薬品の匂いであろうか、冷ややかで科学的、そして前頭葉に残留するような感のある病院特有の臭気が A 作の鼻孔をそことはなく刺激する。で、病院の匂いってなんか苦手だな。俺アルコールがとにかくダメだからよ。もう匂いだけで結構ダメなんだよ。だから今のね、外を歩けねえんだよ、ほんと怖くて。本当にどこが悪いのであろうか、意気揚々としたが自分の病歴自慢をしている中年女性たち、ああ、いるよね、そういうの。なんかやたらと病気のね、こう自慢とかしてますね。俺の好きなチャンネルではね、もう俺の好きなね、チャンネルのある不死身の男はね、もうエボラから復活、天然痘から復活ね、炭疽菌から復活、もう世界何大熱っての全部克服してるやついましたけどね。あれはあれで面白いんだけどね。あとね、昔小学生の時の会話がね、本当にね、今でもね覚えてるのがねありますよ。ほら、子供がねこう集まって、僕のお父さん消防車に乗ったことあるんだよとか、まあ消防車に乗ったことあるんだよとかね、もうあの消防車に乗ったことあるみたいなね話してて、僕のお父さんだって戦車とか乗ったことあるんだよって、まあまあいいじゃないですか、いいじゃないですかね、うん、そしたらね、もうね、他のある子がね、僕のお父さんはパトカーに乗ってったことあるんだから、いやいや乗ってったってどういうことだよと思って、ちょっと聞いててあれ意味合い違くね、乗ってるんだよだったらわかるんだよ、乗ってったんだよって言ったんだよ、どういうことだこれと思って、ちょっとねそういう会話をちょっと思い出しましたね。よく覚えてんだけどさ、これ。うん。まあいいや。病歴自慢の人たちを含め、ここにいるほとんどの人は何かしらの疾患を持ち、集まっているのである。まあ中には、おめえどこが病気だよっていうね、じいさんばあさんいますけどね、病院で。早くそんなみんな俺見てくれよと思うんだけどね、風邪ひいてた時とか。うん。付き添いの人も含めて、元気、はつらつといった印象はない。なんて読むんだこれ。わかんねえや。病院っているだけで具合悪くなってきそうな感じ、これが多分正しいんだと思うんだけどね。病気の気に当てられるとでも言うのであろうか、まあ正気ですよ、正気。エースがそんな感じがしてならない。てん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 、あれ、ぼんやりと病人を観察を続けていた A 作の視線が例外的存在を発見する。おい、なんだよ。その存在はナースの衣服とはまた別種の制服に死体を包んでいた。おい、なんだよ。強く抱きしめるとポケット折れてしまいそうな、その姿に A 作は見覚えがある。丈の短いスカートのセーラースタイルを、その背中には後頭部から伸びるサラサラとした長いポニーテールがキューティクルの光を蓄えている。あ、ミスすこれ、あれってやっぱり。 A 作はベンチから立ち上がるとその見覚えのある背中へ走った。おい、ミスす、あ、やっぱミスすか、あれあれ、A 作ちゃんって言われたいな俺も。サラサラとした長いポニーテールをふわっと、回しながら振り向いたのはやはりミスズである。つい今しがた病院に到着したんであろうか、真夏の陽光の余波は、冷房の効いたロビーの中でもミスズの額に玉の汗を浮かばせている。ミスズどうしたんだよこんなところで。場所が場所だけに A 作の表情は極めて硬い。加えてミスズはおおよそ似つかわしくない場所で対面に困惑の色が吹く。そんな A 作の表情に気づいたのであろうか、ミスズはクリックリと瞳に人懐くそうな光を輝かせるとニコッと微笑んで見せた。ああ、大丈夫大丈夫、別にどこか具合が悪いわけじゃないから。そうかそうか、俺は顔は悪くて困ってんだけどよ。薄い胸の前で、薄い胸の前で、そんな薄くないぞこれは、そういう意味じゃないか。手をひらひらと回せる。でもここは健康な人間が遊びに来る場所ではない。他の可能性としてはお見舞いという
ことも考えられるが、それならば初めからお見舞いに来たと言えば済むことだ。釈然としないものが栄作の眉毛にどんよりとしたわだかまりを生んだ。実はちょっと検診があるの。ほうほう。昔ちょっと病気してね。その検診。なるほど。ミスズが病気？うん。でも今はすっかり元気だよ。いや、いいことだ。元気はいいことだ。うん。その読めない様子からは安易に想像できないが、人間推しも病気の人間、誰しも病気の一つや二つ経験するものである。今なお検診が必要ということが気がかりであったが、今すっかり元気というミスの言葉に安心を覚える S 作であった。あ、そうだ、前々から聞こうと思ってたんだけど、携帯の番号を教えてよ。あ、この頃は携帯あるからね。確かね、もうね、うん、高いけど。え、携帯？もしかして携帯持ってないの？時代遅れ？それとも対人恐怖症？もしかしてただの貧乏とか？俺は第一番下っすね。そのくらい持ってるわ。じゃあ教えて。ミスのカバンの中から愛らしい、パールピンクの携帯電話を取り出すと、カッコとボタンを押し始める。まあガラケーだからな、この頃な。まあミスならいいかな。ミスズは A 作の名前を入力してるのであろう。液晶画面の視線を落としたままだ。特別だぞ。俺は簡単に番号を教えないんだからな。おめえは簡単にまた開けるな。うんうん、恋人募集とか書いて女子トイレにさらさないから安心して。恐ろしいことすんな。当たり前だ。A 作が渋々ながら呪文のように電話番号を唱えると、ミスズは対照的に聞きとした笑顔を液晶画面に向けながら指を動かす。まあまず気のない男の番号なんか聞かねえからな。これでよし。かわいいなあ、ミスズ。じゃあお前の番号を教えろよ。うん、あ、どうした？あって俺みたいなことやんな。どうした？もう予約の時間だから行かなくちゃ。またね。あ、そういうこと。まあ今度かけろよ必ず。え、あー、ちょっと待て。ミスズはふわりと羽毛のようにキビスを返すと、診療室の中へ通路と走っていったと。途中顔見知りであろうか看護婦がミスズに声をかける。ミスズちゃん、しばらくね。あ、いい声。え、看護婦なんてちゃんと声当てしてんの？これすごいな。長さん、こんにちは。長か。今日は検診の日だったわね。ええ、もう先生待ってるかも。行ってきます。まあまあ、廊下は走らないでね。いい声、不調さん。はーい。ミスズは軽い会釈とともに看護婦に別れを告げると、白い壁の奥へと消えていった。てん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 。しかし何の病気の診察なんだろうか。不安な色を隠しつつ遠目で様子を伺っていると、今さっきミスズ話していた看護婦が、受付ロビーへと入ってきた。あ、遠目のシルエットでも分かるほど熟した死体を白衣の中に押し込んだそのメスは、すれ違う瞬間軽い微笑みとともにペコリと頭を下げる。うわー、つけべそうな顔してんなーっていうか、いいな。いやいやいや、これはこれで、え、これどこのお店っすかって言いたくなるな。いや、いいっすね。悪くねえな。ちょっと胸の名前見えねえぞこれ。まあいいや。あ、どうも。反射的に A 作も頭を下げる。A 作の対応を快く思ったのか、看護婦は微笑みの浮かぶ唇の端をさらに2ミリほど上げた。お、ほうほう。うん？ A 作は思わずその場に立ち止まってしまう。あの、何か。いやいやいや、美しいなと。あ、いえ、そのミスズ、いや、綾本さんって何かの病気なんですか？おお、なんだよなんだよ。大当たった看護婦さんの表情が一瞬凍りついたかと思うと、何かを探るような厳しい表情で A 作を睨みつける。え、何か言っちゃいけないことでも。あなたは？不審げな視線が A 作を貫く。 A 作は彼女の変化に気づかず、得意の営業スマイルを浮かべていた。彼女の保護者、いや恋人でも言っていいかな。 A 作の冗談に周囲の空気は10度ほど冷え込んでいく。そう。看護の冷ややかな視線を感じ、 A 作は少々焦り気味になってしまう。ようやく自分の冗談が滑ったことに気づいたようだ。あ、あの、実は一応綾本さんの関係者なんですが、何か。いえ、別に。なんだよ、何事もないような口調だが、彼女の視線は厳しく、A 作の一挙周一投足を品定めしているようだった。それで綾本さんの病状なんですが。
尋ねようとすると江坂看護婦は厳しい視線と口調で制する。部外者の方に患者さんの秘密をお話しするわけにはいきません。まあそりゃそうだわな。患者の容態は関係者のみにお知らせするのが決まりですので、うん、全くその通りだと思います。はい、一切の言い訳を許さないような厳しい拒絶の言葉。江坂はそれ以上何も言えなかった。でもこちらにも守秘義務というものがございますので失礼します。まあそりゃそうだわな。凛とした声で言い放つと看護婦は江坂の前から去っていった。まあ正しいな、確かにやってることはな。笑みとともにペコリと頭を下げる。うわー、つけべそうな顔してんなーっていうか。親切、料金の折り。看護婦なので香水ではないだろう。シャンプーなどであろうか、ベルガモットの淡い香気が英作の鼻孔をくすぐった。でもメスってなんで香水つけたなくてもいい匂いするのかね、あれね。てん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 、これ、あ、何、看護婦、違う看護婦、これ違うな。あ、かわいい。ベテラン看護婦の不審者扱いをされ、仕方帰ろうとした英作を読み止める別のメスの声。かわいいなこれ水原さんね。え、料金の折出てきた？こんなの親切だからか。いや、めっちゃ可愛いな。なんか野々村病院のピンクとかもいいけどさ、こっちはこっちでいいな。いやー、横田さんありがとうございます。いいですねこれね。てんてんてん、俺かな？こら、そこのロリコン。黙れ、揉むぞ。ロリコンでなんだよ。言われて反応してしまうあたり少しは気にしていたのかもしれない。あんな子を恋人呼ばわりとは、このロリコン。おいババア黙れ。そう言うぞ。英作の声に反応して何人かの視線が二人に集まっている。待合室からキーなものを見る視線がとても痛い。それぐらい冗談だってわかるだろう。冗談でも口にするんだから考えてたんでしょ。じゃあおめえ恋人すんぞこの野郎。だなおめえは。軽くつぶやくような仕草で若い看護婦は笑いかける。彼女のような笑顔が白衣の天使というのだろう。いや本当にそう思う俺も。そこ、病院の中で大きな声を出さない。いいね、こういう強い姉ちゃん好き。待合室の冷たい視線を感じ、英作は少し音だけない反応を発し肩をすくめる。大きい声ってそっちの方が大きい声だし、だいたいあんな冗談真に受けるなよ。で、本当はどんな関係なの？うわ、めっちゃ、うわ、めっちゃいいな。アキラさんもいいけど、このメスもたまらんばい、これ。いいばい。てんてんてん、気になる？ちょっとね。ふん、俺はエース作。ゼロ式百貨店の社員で、その関係者でミスズ、いや、綾本さんと知り合いなんだ。君はここの看護師さん。あ、ここはもう看護師さんって言ってますね。おーん。そう、私は水原みなみ。見ての通りここの看護師なんです。うわ、かわいいな。いいね。綾本さん担当とか？同じ病棟ですけど担当は違いますよ、残念ながら。いい声。鴨又は大きい病院なんで、宿直で他に誰もいなかったら見に行くことはありますけど。なるほどなるほど。あと緊急のナースコールとか。おー、なるほどね。っていうか俺この白タイツがまたね、いいっすね。今ってこういうのないでしょ。今パンツでしょ全部ね。え、確かこれタイツだよな、パンツじゃねえよなこれな。大丈夫だよな。うん、そうなんだ、残念だな。それよりゼロ式で何売ってんです？おめえ売ってやろうか。およ、私ゼロ式にはよく行くんだけど、君の姿って見たことないんだ。だってまだ3日目だもん来て。そうだね、俺売り場とか表で仕事してないからね。それに本店勤務になってから3日しか経ってないしね。なんだ、売り場によっては特別割引とか社員価格とかお願いしようと思ってたのに。俺でもこういう可愛い子に頼まれたら断りきれねえな俺。ごめんね、そこまで融通聞かなくて。じゃあどこで働いてるの？売り場にいないのって気になるじゃない。まあいろいろうろうろしてるだけだからな。気になるな。別に押しかけたりしないから。警備員とか？違う違う、そういう方面の仕事じゃないんだ。じゃあなんだろう、
気になるな。まあ気にしなくていいよ。そうだな、看護師一人に話したところで問題ないか。川本の事件とは関係なさそうだし、おお、それが一番やばいんだよ、それが。それが一番やべえんだよ。捜査の話は会社の守秘義務であったが、関係ないと思われる社外の病院ではつい美容院に話してしまう。これがね、もうね、まずね、スパイとしては絶対ダメっすね、これはね。スパイじゃないけど、ダメっすね。それに若い看護婦との世間話となれば気が緩んでしまうのも仕方がないかもしれない。まずそこはね、おめえハニトラに引っかかるよ、すぐ。ダメだ。ゼロ試験噂になってる失踪事件を解決するために特別に雇われたエージェント、漏れな話をと言ったら信じる。みなみは何も言わず目を何度パチパチさせる。英作の言葉の意味が分からなかったらしい。やっぱりゼロ式の噂だもんな。関係ない病院じゃ実感ないよね。ま、俺はそういう影の仕事をしてるんだ。かっこいいとか言うなよ。考え込むような不思議なものを見るような表情で南は英作を見つめていた。エージェント？何それ、幽霊退治とかで呼ばれる探偵さんみたいなの？まあそんなところだ。それでいい、それで。あれ、看護師さん驚かないんだ。どうしてですか？あまり信じてないみたいだな、この看護師さん。本気にしてないでしょ。そんなことないよ、信じてあげるよ。頼りなさそうなエージェントさん。メスにこう言われるとちょっとニコッとしちゃうな。ありがとう。じゃあ私は仕事中だから。おしゃべりばっかりしてたら不調に怒られちゃうし。まあおしゃべり、おしゃべりしましょうかね。うん、そうなの？これぐらいに大したことないと思うんだけど。私おしゃべり好きなんですよ。もう今話したこと言うなよ。でも患者さんやご家族の方と喋ってたら次の会診とかの時間過ぎちゃってて。あはは、実況者やったらいいよ、実況者。雑談配信やりゃいいよ。そしたら怒られたりするんだ。うん、そう。口を動かしている暇があったら手を動かしなさいって。あ、まさしくそうですね。まあ口だけじゃなくて手も動かしながらした方が効率はいいですね、確かに。うん、それ何となく分かる気がする。やっぱり。うん、そうだそう、俺が教えてやろうかな。確かに話し始めると長いおしゃべりになりそうな看護婦だ。しかし話していて嫌にならないし、いつまでも会話を続けたくなるような感じのいい看護婦だった。この子だったら入院してもいいかな。俺も行きてえな、この鴨畑総合病院へ。入院したら下の世話とか盲腸の時とか剃られたりしてもいいかもしれない。いや、だから俺もその手術する時、転毛する時に俺あっちの看護婦さんがいいって言ったらすげえ怒られましたね。嫌な患者だな俺な。いろいろな妄想が英作の中を駆け巡っている。ん？どうかしました？うん、ちょっと考え事してて。お仕事のこととか？あ、私も戻らなきゃ。おお、仕事してこい。それじゃまた。はい、うん、それじゃまた。またね。はい、またね。かわいいね。いいね。患者に見せるような屈託な笑顔を見せて、南はナースステーションへ入っていった。いい子じゃねえか。人当たりも良さそうで、怪我したらああいう子に看護されてえもんだよな。よく喋って明るくて、入院している患者にとっては彼女みたいな看護師さんってありがたいんだろうな。だろうな、やっぱそう思う俺も。いつものゼロ式と違って雰囲気に、英作は少し心を和ませていた。それにしてもゼロ式の外にいると気楽にできるな。プレッシャーもないし。申し訳ありません。どうした？和んでいる英作の耳に先ほどの看護婦の声が、わずかに聞こえてきた。どうしたんだろう、何かやらかしたんかな。少しは自覚というものがあるのかしら。はい、すみません。ふと先ほどの看護婦に叱られている南の姿が見えた。南の前にあった看護婦がどうやら不調らしい。外の方に、特に部外者に患者のことで余計なおしゃべりをするものじゃありません。そりゃそうだな。患者さんのご家族でも話す言葉を選ばないといけないのに。はい。ナースステーションの一角、叱られて少し落ち込む南の姿が外にいる英作からも見ることができた。そういう人から患者さんに病状が伝わったり、まだインフォームコンセントのない方に不安を与えてしまったりするかもしれないでしょ。もう少し繊細な神経と注意力を持って行動してもらわないと。分かってるの水原さん。はい、すみません、以後気をつけます。元気なく、神戸を垂れる南の様子
が伺い知れる。今のおしゃべりで怒られてるのかな。だとしたらちょっと悪いことしてしまったかもな。悪い思いを抱きながら A 作が蒲田総合病院を後にしようとすると、 A 作の姿を見つけ、不調がナースステーションから出てきた。あ、どうも。あの、申し訳ないのですが。何ですか。はい。若い看護婦たちもそれぞれ重要な仕事を持って働いているのです。だから向こうから話しかけてきたんだからな。彼女たちは命を預かる大切な使命を持っているのですから。はあ。お願いですから、彼女たちに余計なちょっかいをかけて無駄な時間を過ごさせないようにしていただけませんか。ババア、おめえ相手にされねえか。若いメス敵視してんな、このタイプは。強く念を押す不調の視線に A 作はただうなずくばかりであった。はあ、まあそうですね。お願いしますね。どうぞこれからは慎んでくださいね。うっせえな、おめえ。俺がもしあの喜作さんだったら、おめえとんでもねえ目に遭うぞ。はあ、どうもすいませんでした。そうですか、分かっていただければよろしいのですよ。では。知らねえよ。まあいいや。てん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 。しかしその後何か展開があるわけでもなく、看護婦は静かな微笑みを唇に浮かべたまま A 作の横をすり抜けて戻っていってしまった。おお、怖。でもかっこいい。まあ重要なことですね。その後30分ほどしてハリマが治療室から戻ってきたと。傷口は3針ほど縫ったが、怪我は極めて浅いものだった。あ、まあでも縫うってなかなかですね。3日ほど重労働は禁止だが、通常のハリマの作業は十分に行えるらしい。A 作は受付支払いを済ませ、薬局で可能止めの薬をもらうと、ハリマともにゼロ式百貨店へ戻っていった。ほうほう。ありがとう、迷惑かけたね。いやいや、全然全然気にしないでください。それよハリマさん、無茶しちゃダメですよ。傷が浅いって言っても3針も縫ったんですから。いいですね。分かってるって。それじゃ俺仕事に戻りますね。ご苦労さん。おお、こんな感じか。はい、ということでね、まあ意外とハリマとの話が長かったっすね。ハリマとの話、病院こんなのあったんだ。ほーんというところで、まあ仕方ないといったところでございましょう。まあとりあえず今回ね、かなり病院という新しいところでですね、ちょっと切るに切れず、まあ一本長々と動画にしてしまってますけど、まあそこは意図仕方なしといったところでございましょう。ということで今回はここまでで終わりにしたいかと思います。へえ、鴨又総合病院、こんなの。鴨又総合病院ってでも猟奇の檻で出てきたか。名前は出てきたな。ね。ふーん。こんなところまで新設は作ってあるんだね。まあいいでしょう。ということで今回はこれくらいで終わりにしたいかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。ご視聴ありがとうございました。続きの見たい方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。